ました。スーパーカーの皆さん、もう強行軍のスケジュールを縫っての、はい、ライジングさん、はい、このまますぐ帰るんでしょ。そうですね、7時台の飛行機で帰って、またライブです。今クアトロ3デイズ、はいはい、の中日でございます。の中日をやって、はい、その後もう一回あるわけですよね。そうですね、ね、ペイベンズもありますね。もっと見れると嬉しかったんですけどね、本当は。割とギリギリに入ってきて、そうですね、フランキーの前くらいの。ああそうだったんだ。そうだよね、でも今日ライブ終わって来て、でまた帰るっていう、そういう感じですもんね、はい、なんか時空の感じがちょっとよくわかんないけど、ライブ終わって来て、でまた帰って少し寝てやる。そうですね、ほとんど寝れないみたいな。そうですね、いいですよね。お疲れ様でした。お疲れ様でした。いやもう実はこのカフェの中での人気がとても高くて、あ、そうなんですか。あのミッシェルの上野くんとで俺はですね、サンデーピーポルのずっと一緒に歌い合っていた最初画面で見てたんですけど、ついに上野くんはたまらなくなって袖まで行って、見えませんでした見えました。後で紹介しましょうかもうすぐ帰る、あの辺の怖い人たちにいやいやいや全然大丈夫、全然静かにしてください。スーパーイエーイスーパーカー